やっとヘルメット手に入った。皆さんこんにちは、ジェシオルグブリだ。フリーだ。はい、今回紹介するレゴはこちらです。はい、こちらレゴスターウォーズカイロレンのコマンドシャトルマイクロファイターです。はい、今回の動画はレゴスターウォーズを組み立ててレビューします。はい、箱はこのようになってます。前回マイクロファイターズ作った時にカイロレンのコマンドシャトル欲しいって言ってたんですけど、アマゾンで定価よりちょっと高いんですけど1400円ちょっとで買いました。今回ついてくるカイロレンのミニフィグはエピソード9のカイロレンになってます。箱の裏はこんな感じです。では開けます。はい、中にはパーツの入った袋が2つと説明書が1冊です。では袋からパーツを出します。完成、カイロレンのコマンドシャトルです。おー、かっこいい。毎回言ってるんですけど、レゴスターウォーズはめちゃくちゃ完成度が高いです。ちなみにこれの2万円のするやつは持ってないんですけど、あれにちょっと近いと思います。ではまずはカイロレンのミニフィグから見ましょう。やっとヘルメット手に入った。はい、全体はこのようになってます。ライトセーバーはいつも通りの形になってます。このライトセーバーめっちゃかっこいいんですよね僕これ同じこと何回も言ってますね。はい、近くで見ましょう。ちょっとわかりづらいんですけど、ここに赤い線があるんですよ。うおー、エピソード9だ。あのエピソード8でカイロレンマスク粉々にしてエピソード9でまた作るんですけど、その時の溶接アートなんですよ。めちゃくちゃ細かく作られてます。これは本当にすごい。で、カイロレンのマスクの中は、はい、このようになってます。前回のタイサイレンサーと顔は一緒です。顔の裏はこのようになってます。はい、そして僕が持っているカイロレンのミニフィグ全部並べるとこんな感じです。左が前回のマイクロファイターで、真ん中がカイロレンのタイファイターについてくるもので、右が今回のものです。まあ、ほぼ一緒ですね。とりあえずカイロレンのタイファイターについてくるミニフィグに今回のヘルメットをつけます。うわぁ、かっこいい。やっぱマントあるだけで全然違いますね。いや、これはすごいな。スターウォーズはハンソロとクローンウォーズ以外全部見てますけど、カイロレンは僕が好きなキャラクターのど真ん中にいます。はい、こちらがカイロレンのコマンドシャトルです。全体はこのようになってます。で、上側と下側、作りは結構シンプルなんですけど、こういった細かいパーツとかがあるので結構完成度が高いです。ではアップで見ましょう。ここが操縦席部分です。レゴスターウォーズでカイロレンの乗り物といえばこの赤いクリアパーツですよね。これが結構目立ってます。操縦席はこのようになってます。操縦席のこのモニターめっちゃかっこいいですね。背面のバーニアはこのようになっています。コマンドシャトルの羽もかっこいいですね。パーツ自体はほんと少ないんですけど、さっきも言った通りこういう小さいパーツとかがあるので完成度は非常に高いです。そしてここにミサイルがあります。で、こちらのウィングはこのように稼働します。マックスここまで稼働します。なんかこうしてみると AT-AT に見えます。ではミニフィグを乗せます。はい、ミニフィグを乗せるとこんな感じです。あー、いいではここからミサイルを発射します。ミサイルはいつも通りここを押すだけです。ではいきます。威力は多分一緒ですね。では押します。威力に関してはいつも通りですね。ミサイルパーツは全部で5つあります。
はい、前回作ったマイクロファイターズ対サイレンサーと並べるとこんな感じです。あーもうかっこよすぎる。カイロレンの乗り物といえばやっぱこの黒色めちゃくちゃ目立ちますね。対サイレンサーはダークグレーもあったんですけど、今回のコマンドシャトルはほぼ黒ですね。徐々に黒に染まっていくところがめっちゃかっこいいな。はい、レゴスターウォーズカイロレンのコマンドシャトルマイクロファイターはこんな感じです。はい、ということでレゴスターウォーズカイロレンのコマンドシャトルマイクロファイターを組み立ててレビューしました。カイロレンのミニフィグってなかなか手に入らないので、1000円でカイロレンのミニフィグとコマンドシャトルがついてくるので、もう一言で言うのであればこれは結構お得だと思います。個人的にはカイロレンのこのヘルメットパーツの傷なしバージョンが欲しいんですけど、もうあれ買うとなったらもう結構えらいことになってるので、多分再販されると思うので再販を待ちます。今回作ったやつなんですけど、これ以外に2万円のものがあるんですけど、あんまりお金かけたくないっていう人はこちらのマイクロファイターズで、めちゃくちゃクオリティの高いやつを作りたいっていうのであれば2万円のものをおすすめします。まあ、動画撮影してるのが10月の中頃なんで、もうそろそろレゴスターウォーズの新しいの出てほしいと思います。今まで発売されたレゴスターウォーズの中でエピソード2がもう全然ないので、まあ来年の1月ぐらいに新しいの出ると思うので、その時にエピソード2を再販してほしいです。今回こちらのカイロレのコマンドシャトルめちゃくちゃ良かったです。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おなら、イエーイ。